大一党は、新末民発の政治家、軍人。暗記派の政治家として、安福クラブを指導する。後に、中華民国臨時政府、南京国民政府に参加した。旧名は、心雑誌を。字は、新吾、重厚。後に、名を、字を一同と改めたが、豪の、優等党で知られる。筆名は一党。1904年。 後進化新種となったが、自ら望んで軍事を学ぶことを成長に願い出て、同年9月に日本へ留学した。東京新部学校を経て、金沢砲兵第9連隊で実習に臨んだ。しかし軍人生活に適応できず、法政大学での学習に転じた。1907年に帰国した。以後、兵部主事、東三省総督諸軍事参議。 吉林陸軍第一協党統領、吉林特連ところ参議を歴任した。1909年から、ロシアとアメリカへ外遊し、軍事等の視察を行った。中華民国成立後、大友党は、遠征外の下で、総統夫秘書、参議、顧問などを務めた。また、政党活動にも参加し、民社、共和促進会、 統一党の三党を経て、霊源広士が理事長を務める、共和党で幹事となった。1913年、チベット選出の第一期国会参議院議員となる。5月、共和党、民主党、統一党の三党合併により進歩党が成立すると、王は理事を務めた。その後も、縁を支持する路線を取り続け、約法会議議員として、 中華民国約法制定に参与する。賛成員賛成、吉林中安暗内務総長を歴任した。また、フランスやドイツへ外遊して、陸軍の組織の視察も行い、縁が皇帝即位を目論んだ際には、国家法という新聞を創刊して、これを支援する言論を貼った。前後会議議員時代フーズフーインチャイナサードエド、1916年6月の園。 生涯守護は、大友党は暗記派に属する。翌年11月に、段ズイが、臨時参議院を組織すると、大友党が、議長に就任した。1918年3月8日、王は、女樹僧と共に安福クラブを設立し、暗記派のための様々な政治活動に従事した。同年8月2日、王友党は、衆議院議長に就任して、 以後、安福国会と称される国会運営を主導した。9月には大総統に女性賞を選出している。このほか南方政府との和平交渉では、首席代表を務め、私立民国大学や中華大学の校長にもなった。しかし、1920年7月の安直戦争で、直令派に安記派が敗北すると、 同年8月3日に安福クラブと安福国会は、序の命令により解散させられた。王も指名手配されたため、日本へ亡命して、しばらくは著述活動に専念した。1924年10月の北京政変を経て、段気随が臨時失政として復権する。王友等もこれに参加し、11月には安省、暗記象長圏、ただし弁軍無前工事よに就任した。 1925年2月、前後会議議員となる。中国国民党の北伐に際しては、王は、北方各派に組みして、これに抵抗しようとした。しかし1928年の北伐官僚とともに、王は指名手配されたため、天津の日本疎開に逃げ込み、再び著述活動に励んだ。1931年から、国民政府の政治家として復帰し、 東北政務委員会委員に任命された。その後、国南会議会会委員、河北選区救済委員会委員、行政委員中平政務整理委員会委員、気殺政務委員会委員、天津企業銀行総理を歴任した。1936年5月、大雄党は、新日の猛虎軍政府に参加し、実業所所長に任命された。 日中戦争勃発後の1937年12月14日に、大勝都市が北平で中華民国臨時政府を組織する。王友党もこれに参加し、犠牲委員会常務委員、右やか済武総長、内政武総長を歴任した。1939年9月からは、王朝名を支持してその政権への参加交渉に従事した。 1940年3月の南京国民政府成立とともに、大雄党は、公子委任長権下北政務委員会委員となる。6月には、下北政務委員会委員長に就任した。さらに、中央政治委員会委員、内務総書、ただし弁にも任じられている。百四十三年一月、最高国防会議議員、全国経済委員会副委員長、 新国民促進委員会委員となった。日本が敗北した後の1945年12月5日に、王雄党は北平の病院で逮捕される。当初、王は重病とみなされて裁判にかけられなかったが、後にそのけ病が発覚するなどして、翌1946年9月に裁判に付されることになった。河北高等法院で死刑が言い渡された後、 南京首都高等法院で当該判決が確定する。1948年9月10日、官官の罪により北平の監獄で重殺刑に処せられた。表年72、ありがとうございます。